こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。今回キララファンタジアのゲームを始めていきたいと思います。さーて、今日も気合い入れるぞ。というわけでこんな感じですね。収集が終わったらトレーニングやってないんだ。トレーニングやらないとね。さあ、トレーニング行きましょう。今日も頑張りましょうね。お金は10万お金貯まってるやん。ん？これは満杯ってことですよね。あ、そうか。え、キララポイント足りないわけではない。と指定レベルに達してなければトレーニングに参加できないと来てますね。きつい。あれ？挑戦可能回数も残り1回。全員指定レベルに達してるんだけどな。あ、一人だけなんだ。個人でみっちりってそういう意味か。講座、うん、まあいいか。よかったら、サンキュー。おかげで助かったぜ。そしてパワーアップさせましょう。サポート編成がありますね。フレンド用のキャラクターを設定できますってなってます。さらに増やせるんですか。キルビーベイベーから。こんな感じかな。それとも、これがまだ分かってなかったりします。ひとまず今回のテーマはこれではありません。ぐだぐってしまいましたが、この新しい、真ん中にそびえる友達の友達は友達大作戦、なんか昔の笑っていいと思うみたいですけど、そちらの、
イベントクエストが始まりました。のでそちらをやっていきたいと思います。あ、ごめんなさい。強化しないといけなかった。限界突破ですね。スロースタート、トクラ。ちょっぴり大人になっちゃった。なんてね。ちょっぴり大人に、大事ですね。もっとお金がいる。これは寂しいな。あのね、それより衣装を強化するべきじゃない？ちょっと商店街でお金に換えられるところがあったような、ストレードで。要件は前編でいいや。今のおすすめ。お金に換えられますよね。一万ぐらいあると十分でしょう。交渉成立。お金は結構大事だってことを気がつきますね。で、これで、違う。強化。で、さっきの子を、のレベルを上げておく。うん、悪くないわね。これで55になりました。さあクエスト、今度こそクエスト行きましょう。友達と友達は友達大作戦始まりましたね。スロースタートの世界です。もう冠、なんかあのメイドラゴンのカンナカムイに似てませんか？まあ声が長縄ないマリアで一緒なんですよね。長縄さんでなんかすごく、なんか彼女に、化粧板ちゃんもそうですけど、マリアンヌに合ってる声だなと、声とかキャラクターだなと思います。メイドラゴンも2期やりますからね。まあキララキララじゃないですけど、楽しみです。細胞2機やらないかな。スロースタートを2機やればいいんじゃ。解決。さあキララがやってきた。なんか引き出すあのガチャの人も一緒かい。困ったね。ベッドからよく見える場所、なんか最後のシチオみたい。なんか歯が取れるとき、歯が、歯ってそっちの、 あの体の歯じゃなくって、最後の一葉が落ちるとき、私は死ぬんだわ。かわいいなあ。かなあれ近藤玲奈さんだよな、シャイニーカラーズとの。自分個人的にはイモイモの鈴鹿ちゃんですけどね。あとはまあケモフレのコツメカオソちゃんか。にお兄ちゃん好きそう。ツンツンしてるけど。おっと。たまってか。ギャラが。
おっと、ちょっと見切れてますね、かなちゃん。大丈夫かな。おお、見切れなくなった。なんかこっちにはカジヤもいる。ポルカ、ポルカどうしたんだろう。うん、いや、うん、やった。これはまた全員集合の話なんですけどね。嘘でしょ。すごい声のなんか成分だな。送りますよ。あ、なんで送るんかな。一瞬今ハイエースって言おうとしただろう。大丈夫ですか。なんか悲しんでます。そうですね、かなり弱ってますね。あれ、甘えたいのかな。たまてさんたちは里をみんなとすっかり仲良くなっているのに、かなさんは風邪をひいて寝てたせいでまだみんなと馴染めてないと感じていると。あー、人見知りか。友達と友達は友達大作戦。キララなんかアニメ一本。え、私も。そういえばキララのアニメって一本決まりましたね。夏だったかな。その場に何があるのかわからないですけど、シナリオはあと10日ですか。まあ早く張り切って行きましょうか。行かないといけないです。これはバトルがない説です。戦開始。はい、さてコルクのとこにやってきました。コルクちゃん、いいじゃん。一ノ瀬かな、コルクよろしく。やいやいって、なんだろう。あっと、なんとカナを置いて去ってしまったコルクの店から。クレア相性があるだろう。そりゃそうだが、ずっと黙ってそう。人見知りやな。確かにおしゃべりするタイプじゃない。元気に張り切っていきましょうか。さあ今度初めてのバトルです。何落とすんだろう。まあでも交換するもの結局一緒で、あのイベントごとに分断されてるだけですからね。結局は。
っとなんか青勢の整備が追いついてない感じありますね。青勢というか水勢の属性の二勢か。おっと、一ノ瀬かながもう持ってる人いるんですね。行きましょう。行ってきます。さあ、均衡が破れる時は来るのか？十分。問題ない。了解。呼び方ってすごい悩みますよね。状態玉手か。非常にこれギリギリの衣装だな。あ、なんか赤くなってる。今日もはかどっておられるみたいですね。悪くない。赤くなってる。なるほどなるほど。買ってー。足りない。さすが漠然とした通も、どんなものが欲しいのかもう少し詳しく。大きいもの。恐縮ながらチコとお手伝い頼みたいのですよ。食材か。マグロ。マグロか。魚だと。おお、ありがとうですよ。なるほどなるほど。やいだと。さあ近づく、冒険に行くみたいですね。冒険ってか釣りが弱い。さあ釣りで。強そう。でもバトルに行こうです。これは簡単に倒せるでしょう。どんどん進みます。もうスキルを貯めるとこまでいかなかった。もっと気楽にね。さあ湖に行こうということで行ってみましょう。まあ雪準備万端。行ってくる。いきなりアクションです。調子に乗るな。このアクション関係あるのかな。友達と使いましょう。本当はこれで、攻撃したかったんですが、回復を行います。
まあ勝ちましたね。いろいろ考えすぎないで、もっと気楽にね。そういえばあのクエストの中にはですね、あの本題から外れますが、そういえばコインのクエストってあったような気がする。こっちじゃない、メインクエストじゃなくて曜日クエストの、あ、なんだ、お金のクエストってないのか。ここにもないですからね、お金のクエストは。日曜日かな、お金のクエストをやってんのは。さーて、これからおで、では続きいきましょう。引き続き同じプレイヤーで。そうですね、シマリン行きましょうか。なんかこのバトル意味あるんですかね。全然物語モードがないが。さあ来た、単独攻撃か。湖のほとりまでやってきました。コルクちゃん、大きなお魚だと。小さい魚、竿。すごい、随分と太くて重そうな竿。誰かがヒットした他のみんながすでに集まって協力するように。ああ、そういうことですね。おお、さあスタートです。こういう控えめな子はいいですね。足りない。どういう時の足りないだろう。だと。次とは退屈な時間を楽しむもの。なるほどなるほど、ちょっと関係が良くなってきた。本当ですね。あん、もうイベントスチール、うん、取った。どう、さあ来い。水しぶきを相手身を寄せ合う少女たち、待った甲斐のあるイベントスチール。スチールか。
怖い怖い、タマテちゃん。元気に張り切って行きましょうか。さあ続きです。ほらほら、なるほど、マウゴツ照れますね。タマテすごい豪邸。花ちゃんはマウゴツいい子ですね。かわいい、めごい、やい。ありがとう、よかった。そうですね、クレア、このムニエル美味しいな。おお、はい、嬉しいですね。あれ、ということは、結構なこと。当然。さ、クレアはお酒に弱いという設定なんですね。おお。飲ませたい。へえ。過ぎないで、もっと気楽にね。さあまだ物語続きます。くすんくすんがいいですね。お友達。なるほど、急がないとだね。誰だろう。もっと気楽にね。さあお困りポルカということで、さあ行ってみましょう。お、もうちタマテがプラス1とかありますね。一ノ瀬カナもあるけど、ここはタマテを選びましょう。スタートです。行ってくる。その通りです。
酒造り中のポルカ。そうですね。可愛いのか。いいわね。ポルカ。なんか大変なことが。ロエ使う種火が消えてしまった。レーザー、それならいいわね。うん、全部で6人レーザーまで行く。これ冒険。よっしゃ。種火をなんかポルカ用の種火を取るっていうのは目的みたいですね。レーザーということで行ってみましょう。さあ、万年大会っていうのがいますね。行ってみましょう。行くぞみんな。倒しました。
いろいろ考えすぎないで、もっと気楽にね。ちょっといいですか？お願い、ありがとうです。助かりました。ひとまずちょっと眠たくなってきましたんで、これからここまでにしときますかね。またしっかり寝て体力を温存回復させながら、次回行いたいと思います。今日も気合い入れるぞ。はい、では次回をお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。はい、というわけでまた次回ご期待ください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。